それと昨日もその、まあ、お盆の話からね、ご住職の話でやっぱり大事なポイントだったなと思うのは、他宗ではさ、信徒ってのは何もしないで、ただ坊さんにエコを任せるだけじゃないですか、追善をね、何もしないわけだよ。それで良しとするわけだね。だからよく考えたらそれは全く仏法のあるまじき姿であって、本当言うとエコーっていう、追善エコーっていうのは善を送るわけだよ、個人に。つまり自分が功徳を積んでなかったら空っぽを送ってるだけのことだね。それでエコーって言うんだと。だから自分の功徳を回し手向ける。だから自分の功徳がなきゃさ、手向けようがない。しょぼいこう梅干し弁当みたいなものをさ、いくら個人に手向けたってこう、そういうこと。だから今世で生き残った我々、まあ遺族といや遺族、それからなんだ、子孫じゃ子孫、まあ子孫だな、その人たちが今世で一生懸命その事業と桁で功徳を積まないことには本当のエコーにならない。そのためにもやっぱ食福って大事なのよね。最高のご馳走ですよ、ご主人に手向けるには。ぜひできそうに見えるんですけど、ね、できますよ。だってさっきのお兄さんたちの応対だって、こうやってちらっと聞いただけでも、うん、そうですよね、うん、きちっと、うん、立派なもんですからね。いやでもなんか言葉足りないですよね。いいんだってな、帰ってから電話を切ってから、うん、これも言えばよかったなって、うん、そんなの全然いいって、うん、さっき書いてあったじゃないのよ。失敗はね、どうでも失敗するのはいいんだって言ってたじゃないですか、ゲイカは。要はその動いてみて、そしてそれが、あ、そうそうそう、これだよ、釈服も同様であって、まず動くこと、実践することであります。それでたとえ失敗したとしても、そこから多くのことを学び、それが糧となって釈服、あ、誓願達成に結びついていくのであります。もう全部ここですよ。だからまずは言ったり、動いたりなんかして、でそこで、あ、言葉足りなかったなと思えば、まあ勉強すればいいわけだよ。でもう一回チャレンジするとか、その積み重ねにしか、ないわけだね。最初の頃、俺だってその法論なんてそんな生業にしてるわけじゃないんだから、法論を職業にしてるわけじゃないんだからさ、学会のその教選部みたいな、そのくっちゃぐっちゃ勉強してるやつらにはボコボコでしたよ。それでやっぱり悔しいと思う、まあ、で動きするから動くだけ動くわけだよ。その強戦に捕まるっていうか、まあ、こっちからも喧嘩吹っかけてくるわけだけどさ、そうしてみると向こうの知識量にはもう全然足りないわけだ。でも勢いだけでわーって言ってたけど、やっぱり悔しいわけだよね。やっぱ言い負かされるとか、知らない資料ぶつけられてくるとか、それで家へ帰ってきて必死になって勉強しちゃ、またやる、また知らないこと言ってくると、また家帰ってそれやってって、そうやってだん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 こうやって鍛えていったんですよ。結局あの時に全ての知識が全部ついてから法論しようなんて言ったら何にもできなかったと思うんだよね。まずは至らなくても何でもやる。その中でやっぱり、あ、ここは修正あるいは補強しようっていうことを常にこう積み重ねていく。そうすればそれが結局はね、自分が一番功徳積んでることになるわけなんだよね。そして大乗人様に対しても、うん、立派なご奉公した姿になるし、それは先祖ご主人、そういう個人亡くなった方に対しての大変なそのエコーの功徳、うん、として積むことができる。資金もないでどうやってエコーするのよ。空欠の功徳空欠ですっつって、それはエコーにならないんだね。それを昨日ね、エコーってそういう意味だよってことをおっしゃってた。なんか自信がやっぱ持てないみたいなとこ、まあ、こう前回5月ぐらいにここで集まったじゃないですか、うん、でその時でまあチラシのこうその亡くなった時の感情がまたぶり返してしまったっていうか、でずっとこうへこんでて、で6月にそのお経、お香の日
あの妙正寺に参詣しようと思って、もう休みも取って、で行くから当然前の日もタイヤあのお香とか出なくていたら、その当日の夜中にこの子はちょっと具合悪くなって、あの病院行かなきゃいけなくなって、で結局6月お香に行けなくなってっていうのから、まずだんだんこうテンションが下がってって、まあ5月の後半から6月とか全然チラシ配らなくて、でも進まなきゃいけないんだなって、で1日5枚でもいいから始めようかなって、ようやくちょっとだけ思えるようになったのが今なので、なかなかちょっと自信なかったんですよ。あ、そっちの意味で、そっちの意味だったんですね。いや、なんか、いや違う意味で撮ってましたね。私もやっぱ検証会員と対峙するときにすごいやっぱ怖くて、やっぱりこう新聞の知らないこと言われるんじゃないかとか、予想会にいろいろ言われてとかで、でもとにかくすごい勉強しまくってから行ったんで、そういう意味したらいいかなと思ったんですけど、そういう意味だとまた違いますね。それもあります。その全然知らないっていうか、その教育的には弱いので、こううまくこう返せないっていうか。その義理のお兄さんから言われたのも、そのじゃあ人数どのぐらいいるのって、行員はどのぐらいいるのって言われたから、まあ70万から80万ぐらいの間ぐらいかなって思うんですけど、そうだよねって、そうかは、まあいくらいくらだって言って、で破門されてから、まあ、20何年ぐらい経って、こう伸びてる草花と、まあ、伸びてないお稽古ってどっちが正しいんだろうねって、そんなの正しいのが本当に、ただの人数が多いのが正しいんだったら、キリスト教が一番偉いことになるじゃないですか。でもそれがやっぱり自分でとっさに言えなくて、言葉に詰まってしまって、そういうなんかこう相手の胸に響くようなことがこうダイレクトに言えない自分が歯がゆいっていうか、失敗してもそんなことなんかどんだけ繰り返してきたかって、畜生って時間来て、畜生って、本当にホールをやるたんびにそれはありますよ。今だってあるよ、その10-0なんてことないもんね。やっぱり8-2-9-1だったなと、上出来で9-1でも1はやっぱりくそーっときな、こういうふうに返せたのにっていうのがやっぱりじくじたるものが常に、でも二度と同じことを繰り返さんつって、そこはやっぱりこうここを覚えるわけですよ。もう一回体の中に染み込ませるっていうか、頭だけでちょろっとしか覚えてなかったから、いざ時にこう出なかったってことなんだよね。それをやっぱりね、今だって毎回そうだもんね。今もう受けなくなっちゃったから回数減っちゃったけどさ、でも誰かが行員さんが自分の知り合いの学会のとこに何とか連れてってくれるなんて時もたまにあるわけよ。と向こうは全く用心してなくて、しかもあの学会職員とかああいうレベルじゃないから全くノーマークなわけだよね。そういう時でもやっぱりこうじっくり着服していくけど、それなりにギャー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 やっぱ言うわけだよね。やっぱね、本当に100-0でスパーンなんて切れたことはないよ。やっぱな、後でその反省、動画作りながら反省したりすると、あ、やっぱなこんな返し方しちゃったからなって、これをこっちでこう返していけばもっとこううんってなったのにとか、まあ将棋と近いものもあるじゃんね。どんな名人戦だってみんな反省点あるだろうし、あの一手がなっていうのもあるだろうしさ、仮に勝ったとしてもだよ。それはやっぱり繰り返すことだよね。それがあったからって、そのこう行動が鈍ったらもう まんまと思うつもりですよ。やっぱり何があってもやっぱ盛んになっていかないと、月々日々に強いため少しも耐えも心あらば、ま、頼りをうべしって、間に食われるってことは正気を食われ、やる気を食われ、喜びを食われ、そして自堕落になっていくわけですよ。そんな感じですよ。大体もう大体雰囲気見ても分かりますもん、1ヶ月どんな雰囲気だったか。やっぱりもっとね勢いがあったよね、あの寛解したての頃。そうですね、やっぱりそこをね食われたら終わり。それは
だからやっぱり甲虫のものとしょっちゅう声を交わして、最低でも週に1回とかこう行き合ってね、そして何か活動しなきゃダメだよ。一人ぼっちじゃなくてね、やっぱり二人で何かやろう、月に 週に1回は何かやろうっていうのをもう決めて、定番で、でこっちのお友達にじゃあ話すとか、じゃあこっちもじゃあ誰か友達つけて連れて一緒に話すとか、そういうそのそれが軸になってくんだね。そういうものがないとね、本当にズル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 と折っていくだけだよ。そうですね。そう、その週一の何か活動をさ、今日いい機会だからこの二人で決める方向でやっていきましょうよ。そうすればね、あの大体活動してる人たちはあのなんつかな、絶対落ちないもんね。こうブーンってこうゆるゆるになっても活動しだすとまたビューンって、だからなんか周りがこう、周りってその回転軸がねこうぶれない、活動が、だからそれは結局一人ぼっちじゃまた無理なの。一人でなかなかこうブーンってさせるっていうのはよっぽどの人だよね、なる人はね。やっぱり友達、あの信仰している仲間が大事だ。だからね、痛い芸官が繰り返し痛い同相続一致、痛い同心してって、もう常にもう常に仰せってことはね、これが原点なんだよね。相続一致で痛い同心するっていう、そっからないとこうその、喜びを持った新人の活動っていうのは出てこないんだよ。ポツンとなっちゃったら、だからそれは環境的に自分からやっぱ求めないとダメだね。誰もう子供じゃないんだから常に何かしてもらえるの待ってちゃダメだよね。自分からやっぱりメンバーに声かけて、どうしてる、一緒にやんないって。自分が落ち込んでたら今度どっちかの人が多少盛り上がってるから、そっちの方から声かかってくるとかさ、そうやってお互いが両方が落ちないようになってくるんですよ。そういう点では今日非常にこの大事な、あの女性同士でもあるしね、あの母体は、出身母体は確かに、だから逆に言うわけだよ、出身母体が宗家と出身母体が賢秀だから両方に強いわけだよ。今度二人が束になる、宗家の友達がいたら一緒に行ってもらって説明してもらえば、でそれを聞いてるうちにだんだん宗家に対しての知識がついてくるし、賢秀のもし誰かに出会っちゃったらその彼女に一緒に行ってもらって、でまあ精一杯二人でもう何でもいいからされていることよ。そのかっこいい話なんかいらないから、何でもいいからしゃべる、そのうちにちゃんと掴んできますよ。それはその学校の勉強と違うからね、仏様の行だから、仏様がちゃんとね いらっしゃるんですよ。なのでやってさえいれば仏様がちゃんと知恵も何もかもあのバックアップしてくれる。それが不思議なんだ。だ法華経にもちゃんとそれ書いてあるからね、その我々が現場でその毛筆線って言うんだよ、仏教のそのいろんな言葉をね忘れちゃったような時でも、それがお釈迦様、仏様が代わりになってあんたに成り代わって喋ってくれるとか、通にせしめるって言うんだよ。その意味をちゃんと相手に伝えてあげる、解釈してあげるよって、こっちは完全に忘れてるのに、そういう不思議が起こるって。それだから自分はただ器になって言ってくればいいんだよ、仏様がここ通過するように。自分で何かを言って自分で判断して説明しようと思うから何かこう萎縮しちゃうんでね、ただもうスピーカーの役目だけしてくればいいんだよ。ちゃんと語彙を招待しっかりしてれば、動いて出会いさえすればもう自然に出てくるから、仏様のその不思議ないざとなった時にね。多少は今日やんなきゃダメだけど、多少でいいんだ最初は。だって相手が大体分かりっこないんだから、驚愕はさ。からまあ、しかも勉強本気で一人や二人始めてみると、本気で勉強しなきゃなっていうことにも本当になるし、そしたらテキストはいくらでももうアップされてるはずだから、勉強しようと思えばテキストに困ることはないはずですよ。あらゆる場面の着服にほぼほぼあの適用できるものは大体出てるはずですよね。だからまずそれは先に学ぼうとしたって、心がその本気で学ばなきゃならんっていう必然性をまだまだ打ち合いの中で感じないとね、
命は感じないから、だからまあまあそこそこの勉強でまずはもう飛び出していってみて、喋ってみて、なかなか通じなかったなっていう経験を積んだ方がよっぽど本気の勉強する気になるから、それを数をこなしていきましょう。お願いしますよ、本当に。まずは早速その友達をさ、ちょっと声かけてみて、で、まあ全然聞くの嫌だって言われちゃったらしょうがないけどさ、まあそういう時はチラシを、じゃあこれまた後で見てねって私は言いわけでさ、うん、一般チラシも持ってる。